プレミアリーグ第4節、トッテナム VS アーセナルが15日にトッテナムホットスパースタジアムで行われ、アウェーのアーセナルが0対1で勝利した。なお、アーセナルの DF とミアス・武ケは負傷欠場となった。ガブリエウが渾身ヘッドで NL ダービー勝利に導く決勝点。トッテナムはインターナショナルマッチウィークの中断前に行われた前節。 キモンセント・ジェームズ・パークでニューカッスルに1対2の敗戦。内容面は悪くなかったが、今季初黒星を喫して開幕1勝1分け1敗の微妙なスタートに。その敗戦からのバウンスバックを図ったホームでのダービーに向けてポステコ・グルー監督は先発4人を変更。負傷のビスマの代役にベンタンクール、サールとドラグシン。 オドベールに代わって負傷明けのファンデフェントソランケ、ブレナン・ジョンソンが起用された。対するアーセナルは前節、連勝対決となったブライトン戦を1対1の痛み分けで終えて開幕連勝がストップ。難敵相手に幸先よく先制したが、後半序盤のライスの退場が響きホームで勝ち点1獲得にとどまった。 チャンピオンズリーグのアタランタ戦を挟み時節には王者マンチェスターシティとのビッグマッチを控える中、重要な連戦の初戦で宿敵撃破を狙った。今週に新契約にサインしたアルテタ監督だが、この大一番ではサスペンションのライスに加えて負傷のウーデゴール、カラフィオーリ・ジンチェンコらが新たに離脱。この緊急事態で、4-2-3-1、F 陣を変更。 トーマスとジョルジーニョの2セントラル MF に2列目は坂、トロサール、マルティネッリという並びとなった。相手の出方を伺うことなく、ダービーらしいオープンな攻防がキックオフ直後から繰り広げられる。この序盤の攻防ではホームチームがより勢いを出すと、開始5分には左サイドでポケットを取った孫ンミンのプルバックからクルゼフスキがゴール前でダイレクトシュート。これがニアを捉えるが、 GK ラヤの攻守に合う。直後にもクルゼフスキが続けて良い形で左足を振っていくが、アーセナル守備陣の体を張った守備に合う。以降はボールを保持しつつ前からの激しいプレスでも際どいシーンを喪失するホームチームに対して、アーセナルも左サイドを起点に相手のサイドバック裏のスペースを快速ウィングやティンバー、トロサールで意図的に狙う形でクロスからハバーツのヘディングシュート、 DF と入れ替わったマルティネ。